上昇開始、残り2周を通過しています。難関勢上がってまずは抑えていく。抑えた深谷、2番手3番手の郡司、森沢が3番手です。成田が4番手、7番手から5番の吉田拓也、600を通過。深谷が先行体制、郡司が2番手、3番手9番手の森沢、吉田が上がって3番手で直線最終周回へ。先行深谷、2番手に郡司、郡司の牽制、3番手からもう一度吉田拓也、内で9番車森沢もブロック、そして4番車成田和也が4番手、まもなく残り200を通過。松浦が中段から動いてまくり上げて現在3番手、逃げる深谷、郡司が2番手、松浦が3番手、勝負圏内直線に入る。先頭7番の深谷、番手から3番車郡司康平です。郡司が抜けて外2番の松浦大成有利か。